お疲れ様でーす。京介でーす。よろしくお願いしまーす。はい、ということなんですけども、生きてました。まあ、事故ってですね、本当に気がついたらもう救急車の中っていう感じで、まあ手がね、まあ、実際も見せた方が早いか、もう本当に気づいたら救急車の中入ってたんですよ。手が、こんな感じになって、引きずってんだよね。記憶がないんだよね、前後の。事故った時の。だから、たまたまバーンって、記憶飛んじゃったんだよね。で、ここも行って、ここもやってんだよね。で、膝、ここはちょっとグロすぎて見せれない。で、あと、肩もやってんだよね。まあまあまあ、そんな感じで、無事に、まあ病院戻ったわけなんです。病院から戻ったわけなんですけども、まあこれからね、またトレーニングを頑張って、YouTube のね、動画も出していくんで、またね、皆さん、これから新しい山崎をですね、見ていただければ、新しい京介をですね、見ていただければ嬉しいかなと思うんで、よろしくお願いいたします。皆さんもですね、事故には気をつけていただいてね、これからもね、コロナ、そしてこの夏をですね、乗り越えていければなと思っておりますのでね、皆さん、本当に事故だけには気をつけてください。ちょっとか休んだおかげで、体がちょっとでかくなったかな。そんなことないか、脂肪だね。じゃあまたここから、たくさん動画出していくんで、これからも見てね、みんな。じゃあ今日は、こんな感じで報告を終わりにさせていただきます。どうも、ありがとうございました。バイバイ。